その名はガンダム。地球連合に所属する大西洋連邦は資源衛星コロニーヘリオポリスにおいて新世代コロニー軍であるプラント、そしてプラントから有志で編成されたザフトは G 兵器の存在を危険視するも、だがザフトの指揮官ラウル・クルーゼは、ここで見過ごさばその代価、いずれ我らの命で支払わねばならなくなるぞ。クルーゼはモビルスーツ隊を出撃させた。ヘリオ連合軍は G 兵器を守るため、ヘリオポリスの学生であるキラ・ヤマトは友達と一緒に避難していた。モビルスーツがコロニーの中へ。あ、君どこに。カガリ・ユラ・アスハ、カレッジを訪ねていた少女。やっぱり地球軍の新型機動。キラは動揺するカガリをシェルターに預けた。しかしコロニーが崩壊し始めたため、自分ザフトがここまで。あ、させるか。ああ、アスラン、キラ。それは突然の再会であった。しかしアスランがプラントに移ることとなり、マリューはアスランの隙をつき G 兵器の一つであるシートの後ろに。キラ、いや違う。アスランはストライクガンダムの強奪を断念し、むちゃくちゃだ。こんな OS でこれだけの機体を動かそうなんて。どいてください、早く。ブレーションを取りつつゼロモーメントコインと ABCBG を再設定する。なら基地室のプロシオンポンプに制御できると、ニューラルリンケージネットワーク再構築、メタウンデーパラメータ更新、フィードフォワード制御再起動、伝達関数高量率の更新、セミドルーチン接続システムを狙いブートストラップ起動。この子、状況を確認しろ。ザフト軍はアークエンジェルとジーはどうなったのだ。こちらストライク、地球軍応答願います。子供だと。だが欲しいんだ。子供が G に乗っているのか。パジルール少尉、事情は後で説明します。あなたはアークエンジェルの出航を急がせて。you
際、多くのクルーを失いましたが、アークエンジェル、出られます。急ぎ艦に戻り、こちらの指揮を。ヘリオポリスはもう持ちません。キラ君、聞こえたわね。私たちも脱出し、艦に合流します。新型は仕留め損ねたから。だが今のうちに沈んでもらう。ディアッカーは船よ。俺はモビルスーツをやる。なんだ、様子抜けだな。文句はなしだ。でかい獲物だろ。バッタジーを投入してきたというの。当たれよ。パワー切れ。チッ、チョコマカト、そんな戦い方で。この戦力差ではどうにもならんか。アーケンジェル、着艦許可を求む。許可します。本艦は現地域を離脱する。クラガ隊は CIC をお願いします。外にいるのはクルーゼ隊だぜ。あいつはしつこいぞ。やめろ。痛い、痛い、痛い。くそー。僕の機体ブリッツならうまくやれるかもしれません。やめろ。ミラージュコロイド生成良好。テストもなしの一発勝負か。大丈夫かな。なったね。なったね。絶対だとさ。やめろ。やめろ。なったね。
に破られましたか。元はそちらのものでしたっけ。撤退します。キラなのか。まさかアスラン。やめろキラ。なぜ地球軍にいる。なぜナチュラルの味方をするんだ。君こそ誰も。なんでザフトになんか。なんで戦争したりするんだ。状況もわからぬナチュラルどもが、こんなものを作るか。みんなお前はコーディネーターだ。僕たちの仲間なんだ。違う、僕はザフトなんかじゃ。いい加減にしろキラ。出ないと僕はお前を撃たなきゃならなくなるんだぞ。アスラン、死んだ。来た。なぜ。ストライク液管信号を。アークエンジェルは現宙域より離脱します。船も無事だ。上出来だったぜキラヤマト。君コーディネーターだろう。ザフトとの戦闘でヘリオポリスは崩壊した。避難民の中にはキラの同級生たちもおり、彼らは生き残るためにある時アークエンジェルは緊急避難用の脱出ポッドを回収した。ラクス・クライン、ザフトの指揮権を持つプラント最高評議会議長。やだ、なんでザフトの子が勝手に歩き回ってんの。私はザフトではありません。なんだって一緒よ。コーディネーターなんだから同じではありませんわ。コーディネーターとは遺伝子を調整された人間のことを言う。コーディネーターで構成された国家がプラントであり。冗談じゃないわ、コーディネーターのくせに。遺伝子を調整し、セン・フレイはブルーコスモスの一員であり、アークエンジェルはザフトの追撃を受けながらも、もしあれが足つきに補給を運ぶ船ならば、救援の艦隊はこの子を殺すわ。パパの船を撃ったらこの子を殺すって。フレイはラクスを人質にして父を助けようとするが、キラはそれでもなお人質を取る方法に疑問を感じて、ラクスを返すため、コックピットを開け、彼女を連れて行け。さあ、いろいろとありがとうキラ。アスラン、あなたもキラ。お前も一緒に来い。お前が地球軍にいる理由がどこにある。僕だって君となんて戦いたくない。僕もだ。